2018年南北首脳会談は2018年4月27日に反問点で開催された朝鮮民主主義人民共和国の国務委員会委員長金正恩と大韓民国の大統領ムンジェインの両者により行われた首脳会談である反問点宣言と題する共同宣言を発表した2018年3月5日に韓国大統領ムンジェインの特使である 丁余使用国家安全保障室長が包丁して北朝鮮最高指導者の金正恩と会談した。その会談において4月末に南北朝鮮軍事境界線に位置する半門店の韓国側施設平和の家において南北首脳会談が行われることが合意された。ついで3月29日の半門店の北朝鮮側施設統一核における南北閣僚級会談により 南北首脳会談の日付が4月27日に決定した。2018年4月27日午前9時27分頃、反門店の北朝鮮側施設、板門閣から姿を見せた金正恩は、先に到着して待っていた韓国大統領ムンジェインと軍事境界戦後しに握手した。金正恩が本当に感動的だと語るとムンジェインは、金委員長の英断だったと応じた。 文が、こちらに立ちますかと声をかけると金正恩は、軍事境界線を越境して、韓国側に入った。1945年に、朝鮮半島が南北に分断されて以後、北朝鮮の最高指導者が、韓国の領内に入国するのは、これが初めてであった。文が、私はいつ越えられるかと述べると、金は、今越えますかと誘い、 二人は手をつないで軍事境界線を越えて北朝鮮側に足を踏み入れた。二人で軍事境界線を越えて北朝鮮側に入った際の握手の写真その後二人は朝鮮の伝統衣装を着た儀状態に囲まれながら韓国側施設平和の家まで敷かれた赤いカーペットの上を歩いて平和の家の前での歓迎式典に臨んだ。そこで二人は 韓国軍の議場兵の敬礼を受けたが、敵国である北朝鮮の最高指導者に、韓国軍が敬礼を捧げるのは、これが初めてのことだった。しかしこの議場兵の式典中、金は敬礼を返さなかった。文の方も、この直前に北朝鮮側随行員たちと挨拶を交わした際、軍服姿の李明秀朝鮮人民軍、総参謀長と、 北営職人民武力部長から敬礼を受けたものの、敬礼を返さなかった。平和の家に入ると、金は、法明庁に署名。新たな歴史が今始まると書いている、平和の家での本会談では、朝鮮半島の緊張緩和及び比較化へ向けた、話し合い、南北朝鮮関係の改善などが議題となった。午前と午後の日会にわたる、会談の後、金正恩とムン・ジェインは、 南北は完全な非核化を通して核なき朝鮮半島を実現するといった文言を盛り込んだ反門点宣言と題する南北共同宣言に署名した核のない朝鮮半島の実現という共同目標を確認するとともに朝鮮戦争の終戦と平和協定の締結を目指して高級的な平和構築に向けた南北米三者または南北米 中4社会談の開催を積極的に推進すること、さらに軍事境界線一体での敵対行為を中止して非武装地帯を実質的な平和地帯とすることなどが盛り込まれた。ただ比較化についての具体的な手法や時期の明記はなかった。反門権宣言の共同発表においてムンジェインは、朝鮮半島でこれ以上の戦争は起きないと宣言し、 過去の合意が守られなかったことを念頭に、我々は後戻りしないと述べた。金正恩も歴代の合意のような残念な歴史が繰り返されないようにすると宣言した。晩餐会。中央の四人左から李ユキシ金正恩、文在寅、金正ムン,ン・よの晩餐会には、金正恩夫人の李ユキ氏も参加し、文在寅やその大統領夫人、金正マ氏の出迎えを受けた。 晩餐会では、南北の伝統楽器の演奏、韓国の小学生の独唱、北朝鮮の産地園管弦楽団の一部メンバーによる演奏、歌唱やマジックショーが模様された。出されたメニューもピョンヤン名物の冷麺など、南北融和を意識したものが多かった。デザートには、 徳島を含めた朝鮮半島の統一期を描いたチョコレートが乗るマンゴームースが出されているが、このデザートについては事前に、金杉賢治外務省アジア太陽州局長が抗議していた。ありがとうございます。